うん、BBC にとって一番のスターをクビにしましたどうしてどうやってですか本当に難しい判断でした簡単じゃなかったジェレミー・クラークソンは大スターで何百万人ものファンがいる実際私自身も彼とトップギアのファンです だけどその一方で今回のことは一線を越えてしまった調査報告にもあるようにスタッフに暴力を振るい罵倒し続けた行為を容認するわけにはいきません一線を越えてしまった残念ですが何百万人ものファンはものすごくがっかりしています何か他にやりようがあったはずです 視聴者から大好きなスターを奪うんですよ残念ながら今日の決定以外の方法が見当たりません b b c Two の責任者が今のシリーズをあと何回分か残念ながらジェレミーなしで番組を作ってくれると思いますその後は2016年に目を向けるのが大事です番組をどうやって新しくしてファンが大好きな番組を復活させるか考えなくては私自身もファンですから 今までとは違うものになるだろうし大変だけれどもそうするしかないと思っていますジェレミー・クラークソンに会ったんですよね辞めたくないと言いましたかそれとも覚悟していましたか2人の間だけの会話だったのでどうするべきかを決めるのは難しいことだと理解していたと思いますこの件について話をしたほとんどの人が理解していました 大人気の素晴らしい司会者ですこの国と世界で何百万人の人が大切に思っている番組のしかしその人の振る舞いが一線を越えてしまったどうバランスを取るのかという問題でした身体への暴力に加えて言葉によるひどい暴力が長いこと続いた。 残念ながらこれは一線を越えている BBC がこれまでスターに対してしっかりした態度を取ってこなかったその代償をクラークソンが払わされているんですかそうは思いません今回起きてしまった件について対応したつもりですこんなことは起きなければよかった私も関わった当事者も全員がそう思っているはずです しかし話を戻すとシニアプロデューサー番組の主要スタッフに対して長いこと罵倒が続き身体的な暴力も重なったその事実とジェレミーや番組の人気をどう計りにかけるかという話ですトップギアを今後どうしていくかが次の仕事です今までとは違うものになるでしょうがファンの期待に応えるには番組の未来を考えなくては プロデューサーのオイシン・タイモンは言葉への暴力と体への暴力を受けました。おまけに今後はクラークソン降板はお前のせいだと言われるわけです。彼を晒し者にしてしまったのではないですか？彼に何の落ち度もありません。BBC としては彼を支えて BBC での将来は安泰だと安心させなくてはと思います。 今回のことについいて話しし合うたため昨日会いましたそうするべきだと思ったし私も BBC も彼がこれから優れた仕事ができるよう応援しているとはっきり伝えたかったこの状況を防ぐ何か手立てはなかったんですかクラクソンは BBC にとって最大のスターですよこうすると決めた今日のやり方以外に何か方法があったならもちろん検討したはずです けれども残残念念ななががらら本当に残念ながら番組の主要スタッフに対して暴力を振るい加えてそんなひどいことを言われる筋合いは誰にもないというほどの罵倒をずっと浴びせ続けられたという事実があったんですしかも世界中で何百万人もに愛されている人がやったことだった私自身も大ファンなんですすよ他に解決策があっったたたならそうしたかったですでもこれ以外他に方法はなかった。 もしジェレミー・クラークソンが戦うとしたらどうしますかこちらも戦いますか戦うという意味が分からないけれども今日はいい日だと思っている人はあまりいないはずですよ。スタッフに対する暴力と長時間にわたる罵倒そして BBC の名司会者この2つのことをてんにかけているんです。 なので今日の決定について喜びは全くありませんけれども他に方法はないと思う私もファンですが大勢のファンには理解してもらいたいと思っています賛成はしないまでも理解はしてもらいたい